ない。ない。あ、病気になっても病人になっちゃいけないってことね。はい。つくづく私感じてね。はい。じゃあね。はい。また。バイバイ。ハロー、アサギーニョです。いや、大変だった。大変だった。マジでローソン、ファミマ、セブン全部見たのに、みんなが言ってる納豆ペヤングないのないのないの。ないのないのないの。しかもさ、なんか知らないおじちゃんに話しかけられてさ、普段だったら、あ、すいません、ちょっと急いでるんでとか言えそうなのに、なんか地震の話とか、ガンの話とかで、結構すごい重い話で、まあトータルいい話ではあったんだけど、なんかマジで長くて、ふぃーとかしか言えなかったんだけど、マジで長かった。災難。ペヤングがなかったからもう普通のペヤングに納豆を入れることにしました。むしろそっちの方が本物を食べる日まで私はそれで我慢します。みんな覚えてる？私前の動画でさ、ポテトチップスの納豆味が出てほしいって。焼きそばがまさか先に出るとはね。もう普通のペヤングよ、これ。もう食べる気まんまやったのにさ、今日、みんなもさ、リップとかでさ、食べて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 、見つけたよ食べてって言うからさ、食べる気まんまだったのに。本当のペヤング納豆焼きそば食べるまでは、私、本当の納豆を入れて我慢しとくわ。みんなのうちの、みんなのうちの納豆はどんな納豆ですか？あ、私のは断然にこれ。このね、納豆めっちゃ美味しいから。卵かけ納豆、卵醤油だれ納豆。卵醤油だれ納豆。一パック85カロリーもするんやな、納豆。結構高いな。いつもより鼻声なのは許してください。納豆の裏技、お箸をぐざっと刺して、こうやっ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 て、クロスさせると納豆がついてきません。本当はついてきません。今日は調子が悪い。ねる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 。外国の人からしたらさ、こうやってさ、ねりねりしてさ、一作品作ってから食べるって、そんなこと信じられないと思うんだよね。これが納豆じゃなかったらと思ったらさ、海外の食事なんでもいいけど、パスタでもさ、なんでもいいけど、グラタンでもいいけど、うーってこうやってフォークでさ、混ぜてさ、みんなで、よし食べようって言ってる姿ってすごいヘンテコやんね。そんな感じで、日本人は見られてるかもしれません。ではまず、ショースじゃなくて、でソースをちょっとだけかけましょう。納豆にも味があるから、そんなにかけたら濃くなるかも。3分の1残しての納豆をいただきます。本物じゃないけど、うん、なんでこれ今まで納豆入れんかった？みんな、納豆のネバネバで麺がコーティングされててさ、ぬるぬるして美味しい。ぬるぬるして美味しい。表現があれだけど、めっちゃ美味しい。これ本物の納豆入れた方が美味しいんじゃない？え、めっちゃ美味しいけど。むしろ今まで入れへんかった自分を悔やむっていうぐらい美味しいんですけど。なんかさ、ペヤングの麺ってさ、若干さ、ちょっとスナックっぽくない？なんか、それがすごい緩和される。納豆のネバネバで、なんかもちもちした食感に感じちゃう。美味しい。これ、自信ある。これ本物のペヤング納豆味よりも美味しいと思う。ネロネロになるからね、噛まずに飲めます。噛んで食べましょう。今さら気づいた。ふりかけやって、うんうん、ふりかけとスパイスは入れなくて大丈夫です。納豆ってすごいよね。カレーに入れても美味しいし、焼きそばに入れても美味しいし、オムレツに入れても美味しいし、私も納豆みたいに誰とでも仲良くなれる人間になりたいです。恋しちゃったんだ、多分気づいてないでしょ。星の夜願い込めて、チェリー、指先で送る君へのメッセージ。